エルデサクフィギュアスケートの歴史は、スケート競技の一つであるフィギュアスケートの起源から発生、現在に至るまでの経過。ただし、起源に関しては諸説あるため、現在最も有力とされている説を中心に話を進める。リドビナの転倒を描いた基板がスケートの起源は、旧石器時代にまで遡るとされる。スイスやイギリス。 スカンディナビア半島などヨーロッパの広い地域でマンモス、鹿、牛などの骨を加工した重骨スケートが見つかっている。この頃のスケートは、スキーやソリなどと同様に物資を運ぶ手段として用いられたと考えられている。時代が下り中世以降は、オランダのフリースラント州やイギリスのケンブリッジシャー州付近などの小宅地帯でスケートは発展していった。オランダでは、12世紀頃から、 運河の建設が行われていたこともあり、17世紀には、すでに都市と都市とを網の目のように結ぶほど運河が発達した。この運河が決表すると、アイスリンク代わりとなり、スケートは、あらゆる階層の人々の娯楽として発展していった。しかし、娯楽としてのスケートの発展とともに、農民階級と貴族階級とではスケートに対する考え方の違いが、生まれてゆく。 目的地に向かってできるだけ早く到着することを重視した農民階級に対し貴族階級では優雅さや芸術性を重んじた。やがて貴族階級の人々は両腕を組み背筋を伸ばして滑走する独特の滑走術を生み出し、このオランダ貴族の滑走術はヨーロッパ各地の貴族階級に広がっていった。ここにスピードスケートとフィギュアスケートの分岐を見ることができる。 このオランダ貴族の滑走術をイギリスに伝えたのは、1660年の王政復古とともに、イギリス本国へ戻ったスチュアート家とされる。オランダ貴族の滑走術は、ダッチロールと呼ばれ、シルクハットとモーニングの衣装とともに、イギリスのエディンバラを中心に流行し、1742年にエディンバラに、世界初のスケートクラブであるエディンバラスケートクラブが創立された。 エディンバラのクラブでは優雅な姿勢に重点を置いたダッチロールからトレースによって曲線を描く技術に重点を置くようになっていった1772年にはイギリスの砲兵隊副官ロバート・ジョーンズによって世界初のフィギュアスケート指導書であるスケーティング論が出版されアウトやインのエッジでサークルやハート型を描く技術を説明した同じ頃ドイツでは グーツムーツが1773年に青少年の体育を表し、フィギュアスケートをスポーツとして位置づけ、1795年にはフィートが体育百科事典で様々な図形を紹介した。また、フランスでも1813年にガルシンがフィギュアスケートに関する著書を発表するなど、ヨーロッパ各地で滑走方法や図形の研究が盛んになっていった。 19世紀になると、イギリスでは、優雅な芸術性よりも、難度の高いターンや、図形の創作に、ますます関心が高まっていき、やがて、コンパルソリーフィギュアの原型へと発展していくこととなる。ジャクソン・ヘインズ一方アメリカでは、ヨーロッパの移民などからスケートが伝わり、独自に発展していった。19世紀中頃には、バレエ教師のジャクソン・ヘインズが、スケートに、 バレエのポーズやダンスのステップを取り入れ、音楽に合わせて、滑走を行い好評を博した。ヘインズは1868年と1871年にヨーロッパを訪れ、ウィーンやブダペスト、ベルリンなどでエキシビションを行い、特にウィーンでは、シュトラウスやモーツァルトの音楽に合わせ、ワルツやマーチのステップで滑走し、大成功を収めた。ウィーンでの成功により指導を加われたヘインズは、 音楽とステップを融合したスタイルをコンチネンタルスタイルと称し、ウィーンにスケート学校を設立したが、ヘインズは1875年にフィンランドで生涯を得た。ヘインズの指導を受けた人々は、その後もコンチネンタルスタイルを発展させやがて、インターナショナルスタイルと称されるようになり、フリースケーティングの原型へと発展していく。なお、シットスピンを開発したのは、 ヘインズであり、シットスピンは別名ジャクソン・ヘインズ・スピンとも呼ばれる。1877年、札幌農学校のアメリカ人教師ウィリアム・ブルックスがスケート用具を日本に持ち込んだことをもって日本にスケートが伝わったとされる。しかし、当時はまだ外国人の娯楽に過ぎなかった。1897年頃、米国人のデブイソンが仙台城の堀である五色沼で、 子供たちにフィギュアスケートを教えた。これを日本のフィギュアスケート発祥とする説もある。1909年頃には第二高等学校の生徒がドイツ語教師ウィルヘルにフィギュアスケートの基本を習い、彼らの後輩を含めて各地で普及に努め日本スケート界の功労者と言われた。1914年に川 久保史郎がアメリカ人のジョージ・ブラウンの著書を翻訳出版し、2年後の1916年には、さらに内容を充実させた、評価図を出版したことで、フィギュアスケートが広く知れ渡るようになり、愛好家が急増した。1920年、ガヒサヤスは、仙台、東京、諏訪、関西の有志と共に、日本初のスケート統括団体である、日本スケート界を設立した。 1922年には長野県で第1回全日本競技会を開催し、1925年には国際スケート連盟に加盟した。ガヒサヤスの日本スケート界とは別に学生によるスケートも活発となり、各学校にスケートクラブが作られるようになった。1924年には東京帝国大学や慶応義塾大学などを中心とした7校によって、 全国学生表情競技連盟が設立され、翌1925年には長野県松本市で第一回選手権大会が開催された。この大会は今日も日本学生表情競技選手権大会として続いている。1927年、全国学生表情競技連盟の OB が中心となって第二本表情競技連盟が設立された。 これに対し1928年には日本スケート界が中心となり大日本スケート連盟が設立された。この両連盟が一体となり1929年に大日本スケート競技連盟が創立され翌1930年に現在まで続く第1回全日本フィギュアスケート選手権が開催された。ヨーロッパ全域で盛んになったフィギュアスケートは 各地にスケートクラブが設立されやがて競技会が開催されるようになった。1882年にウィーンでウィーンスケートクラブ主催の国際フィギュアスケート競技会が開催された。この競技会での種目は23課題のコンパルソリーフィギュアと1課題のスペシャルフィギュア4分間のフリースケーティングで行われた。1888年ドイツとオーストリアが ドイツオーストリアアイススケーティング連盟を結成し、フィギュアスケートとスピードスケートのヨーロッパ選手権の開催を決定。1891年にドイツのハンブルクで第1回ヨーロッパフィギュアスケート選手権が開催された。ただし、参加者はドイツとオーストリア両国の選手7名だけであり、実施競技は男子シングルのコンパルソリーフィギュアのみで競われた。翌年には、 第2回ヨーロッパフィギュアスケート選手権がオーストリアのウィーンで開催され、この大会ではコンパルソリーフィギュアとフリースケーティングが実施されドイツ、オーストリア、ハンガリーの選手が参加したが、やはり男子シングルのみであった。1892年国際スケート連盟が設立され、この時にコンパルソリーフィギュアとフリースケーティングによって、 行われるフィギュアスケートの競技規定が正式に確立した。また、正式名称もイギリスの主張によってフィギュアスケーティングと決まった。発足したばかりの国際スケート連盟だったが、1895年の国際スケート連盟総会においてヨーロッパフィギュアスケート選手権の開催中止と世界フィギュアスケート選手権の創設に関連して内紛が勃発した。 このため、1896年と1897年には、ヨーロッパフィギュアスケート選手権は開催されず、1896年に、第1回世界フィギュアスケート選手権が、ロシアのレニングラードで開催された。ただし、1897年の国際スケート連盟の総会で再度、ヨーロッパフィギュアスケート選手権の再開が決議された。 1896年から開催された世界フィギュアスケート選手権であったが、この時は男子シングルのみ実施されており、女子シングル並びにペア、アイスダンスは実施されていない。1906年に女子シングルのフィギュアスケート選手権がスイスのダボスで初めて開催され、2年後の1908年にはサンクトペテルブルクでペアも開催された。ただし、 国際スケート連盟はこれらの大会を正式な世界フィギュアスケート選手権とは認めておらず、女子シングル及びペアは1924年の大会から正式な世界フィギュアスケート選手権と認定している。一方、アイスダンスは1949年にパリで行われた世界フィギュアスケート選手権で公開競技として初めて実施され、 3年間のテストを経て1952年にアイスダンスが正式種目として認められた。オリンピックでは1908年10月に開催されたロンドンオリンピックで初めて男女シングルとペア、スペシャルフィギュアの4種目が実施され、1920年の第7回アントワープオリンピックでは男女シングルとペアの3種目で再び実施された。 当時はまだ冬季オリンピックが開催されておらず、夏季オリンピックでの実施であった。1924年に第1回冬季オリンピックである、シャモニーオリンピックで男女シングルとペアの3種目が実施され、1976年のインスブルックオリンピックからはアイスダンスも加わり、現在に至るまで冬季オリンピック競技として実施されている。 オリンピックや世界フィギュアスケート選手権の競技会が開催されるに至り、公共の人工スケートリンクが各地に建設され、フィギュアスケートの競技者数の増加にもつながり、フィギュアスケートは芝叩く間に進化を遂げていった。20世紀初頭に最も活躍した選手は、スウェーデンのウルリヒ・サルコーとイギリスのマッジ・サイアーズである。サルコーは、 世界フィギュアスケート選手権で10度の優勝とヨーロッパフィギュアスケート選手権で9度の優勝を誇り1908年ロンドンオリンピックの初代チャンピオンとなったまたジャンプの要素の一つであるサルコージャンプの創始者としても名高く引退後は国際スケート連盟の会長を務めたサイアーズは1902年にロンドンで開催された世界フィギュアスケート選手権に 大会規定の不備を継いて男子シングルに出場しサルコーに次ぐ2位となり1908年ドンドンオリンピックでは初代女王に輝いた第1次世界大戦後男子シングルではオリンピック3連覇を果たしたスウェーデンのギリスグラフストロームとオリンピック2連覇を果たしたオーストリアのカール・シェーファーが2回転ジャンプを武器に活躍した女子シングルでは 世界フィギュアスケート選手権10連覇とオリンピック3連覇を果たしたノルウェイのソニア・ヘニーが最も名高い。当時の女子シングル選手の衣装は伝統的にロングスカートであったが、ヘニーはミニスカートの衣装とし、技術面ではルッツジャンプを積極的に取り入れた。ペアではアンドレ・ブルネとピエール・ブリネメがリフトやサイドバイサイドでのジャンプ、スピンなどを取り入れ、 ペアの礎を築いた第二次世界大戦後、それまでフィギュアスケート界をリードしてきたヨーロッパに代わり、北米とソビエト連邦から優秀な選手が多数排出された。北米が躍進した背景には、専門のリンクが数多く建設され、トレーニング環境が整ったことや、カール・シェーファーやウィリー・ベックルなどのように往年の名選手が安定した生活を求めて、 ヨーロッパからアメリカへ移住し、指導者として活躍したことが挙げられる。男女シングル選手に限ってもヘース・アラン・ジェンキンス、デビット・ジェンキンス、バーバラ・アン・スコット、テンリー・オルブライト、キャロル・ヘースのオリンピックチャンピオンが北米から誕生した。その中でもアメリカのディック・バトンは3回転ジャンプを武器に圧倒的な強さを誇った。ペアでは、 カナダのバーバラ・ワグナーとロバート・ポールが技術を開花し、ソビート連邦のリドミラ・ベルソワとオレグ・ピロトポポフ、イリーナ・ロドニナとアレクサンドル・ザイチェフによって、ペア技術、調和が大きく発展した。アイスダンスにおいては、ソビート連邦のリドミラ・パホモワとアレクサンドル・ゴルシコフが、振付の可能性を見出し、イギリスのジェーン・トービルとクリストファー・ディーンは、芸術性の高い華麗な演技で活躍した。 男子シングルでは、スコット・ハミルトン、ブライアン・ボイタの、ビクトール・ペトレンコ、アレクセイ・ウルマノーフ、イリア・クーリック、アレクセイ・ヤグディン、エフゲニー・プルシェンコが、オリンピックチャンピオンとなり、他にも4回転ジャンプで、名高いカート・ブラウニングやエルビス・ストイコが活躍した。女子シングルでは、1984年、サライボー・オリンピックと1988年、 カルガリーオリンピックを連覇した東ドイツのカタリナビットが最も成功した選手といえる。他にもクリスティー・ヤマグチ、オクサナ・バイウル、タラ・リピンスキー、サラ・ヒューズがオリンピックチャンピオンとなり3回転半ジャンプで名高い伊藤・緑、チンロ、マリア・ブッテルスカヤ、ミシェル・クワン、イリーナ・スルツカヤが活躍した。近年シングルでの日本人選手の世界的な活躍が目覚ましく、 2006年トリノオリンピックで荒川静香がアジア初の金メダルを獲得したほか、浅田真央や安藤美希、高橋大輔ら世界チャンピオンを筆頭に世界レベルの選手が多数存在する。また歴代でも男子で1977年に佐野実が女子では1979年に渡辺恵美が 世界フィギュアスケート選手権で日本人選手初の3位となり表彰台に上ったほか、1989年に日本人初の世界女王となった上記の伊藤緑や、1994年に同じく世界女王となった佐藤由かやすぐり明恵、本田岳、中野ゆかりらが活躍した。ペアでは、1988年カルガリーオリンピック、1994年、 リレハンメルオリンピックで2度のオリンピックチャンピオンとなったエカテリーナ・ゴルデーワとセルゲイ・グリンコフ2006年トリノオリンピックで優勝したタチアナとトミアニナとマキシム・マリニンが大きな成功を収めアイスダンスでは1994年リレハンメルオリンピックと1998年長野オリンピックで2連覇を果たしたパーシャ・グリシクとエフゲニー・プラトフ2006年 トリノオリンピックで優勝したタチアラナ,ナフカとロマン・コストマロフが活躍した。現代のフィギュアスケートは男女シングルとペア、アイスダンスに加え、新しい種目の一つであるシンクロナイズドスケーティングの世界、シンクロナイズドスケーティング選手権が開催されており、シンクロナイズドスケーティングはオリンピック正式種目入りを目指している。ありがとうございます。